鈴製の酒壺、祭祀用の霊器で酒を入れる容器として使われました。その形状は長径、細い径四股に分類されています。全体は長径、車剣、古服、宿用、そして閉塞の部分で構成されています。蓋の先端には四神の重慶中が飾られています。胴体の片側には細長く伸びた注ぎ口が付けられています。もう一方には本味する竜をかたどった取っ手があり、壺の首部分に接合されています。竜首の部分はちょうど取っ手と反対側の位置から突き出るように作られています。酒壺を置く鈴製の八角の受け皿もあります。酒壺は3つの尺形の主山と組み合わせて一式とされます。祭祀では祭壇に備えますが、通常はこの八角の受け皿状に収納しておきます。